はい、どうも、それです。じゃあ、本日はこちら、鈴宮春日の逆転、続きやっていこうと思います。おそらくね、本日最後になるんじゃないかなと思いますが、まあ、やってみこうと思います。スタート。はい、部室からですね。どう？私のこの完璧な弁護っぷり。そうか、結構ギリギリだったよな。ふふ。押し通せばこっちの勝ちなのよ。もう適当なこと言ってんな。おう、やめろ。裁判中も言ってたけど、それ言うのやめろ。真実はいつも一つってね。もう今日もスルーしてっからな、完全に。ま、何にせよ、よかったぜ。こうして元気な春日が部室に戻ってきてくれてな。当たり前でしょ。本当、よかったですよ。私なんて気が動転しちゃって。よかった、本当によかったです。あぶね、一瞬俺の中のタラちゃんが出てきた。一瞬俺の中のタラちゃんが出てきた。やべえ、タラちゃんの声真似しちゃうとこだった。ですをね、完全にタラちゃんにしちゃうとこなんだよね、本当。定期的に俺のですがタラちゃんになってるから、タラちゃんになっちゃうからね、気をつけてください。すいません、ヨタ話です。ちょっと、ミクルちゃん。そんな泣き出しちゃって、オーバーな子ね。ユキも小泉くんも心配かけたわね。大丈夫だと知っていた。僕も安心しましたよ。これで最悪の事態だけは回避できました。あとは明日の裁判さえ乗り切れれば完璧ですね。任せなさい。そのくらい、この挑戦生にかかれば、お茶の子さいさいよ。それより、とっくに下校時間過ぎてるわね。お腹も空いたし、今日はもう帰りましょう。こうして SOS さんの存続の危機はなんとか1日目をしのぎ切って終了した。しかし、喫煙したかどうかでさえこんなに証言がなかったのに、どうやってタバコの持ち主なんて証明するんだ？ああ、ここで終わればよかった、前回。画面つけっぱなしにしてたからね。はい、じゃあ本格的に続きです。11月12日午前14時55分、次の日の日、ま、お昼ですね。この時間ってさ、授業中じゃねえの？授業中じゃねえの？3時でしょ？え？待って、3時って授業中じゃねえの？ダメだ。俺もう昔すぎて覚えてねえや。さて、みんな集まったわね。昨日は我らの敵である生徒会長の仕組んだ罠を、なんだかんだで避ける、退けることができたわ。今日はその続きよ。あのタバコは鈴宮さんのものだったかどうか、ガロン点でしょうね。でもよ、タバコの持ち主が誰かなんて、いくら生徒会長でも証明できるのか？新たな目撃者でも連れてくるつもりなのか？タバコは春日のものじゃないって証明するのも難しいな。そうね。誰が持ってたと明確に証明するのも、持ってなかったと証明するのも、どちらも大変ね。そうね。まあ、私たちも証拠を集められるだけ集めてみましょう。逆に私たちであのタバコの真の持ち主を見つけたりしたらどう？生徒会の面目が丸つぶれよね。OK、その方向で行こう。はい、それじゃあいろいろ向かっていきますか。まあ、とりあえず上から順に廊下行ってみましょうか。なんでお前ら2人いんだ？よう、小泉。安牌はどんな感じ？あ、すいません。まだ始まってすぐですしね。昨日同様、引っ込み調査を行っているところですよ。確かに、引っ込み調査はお前が一番得意そうだからな。よろしく頼んだぜ。じゃあ、SOS さん部室。より、とりあえずコンビ券いっか。はい、どちら様？げ。ちょっと、あんたんところの部長に用があるのよ。呼んでくれない？ああ、部長はまだ来てないんですよ。もう少ししたら来ると思います。です。あ、はい。嘘じゃないでしょうね。嘘ついたらどうなるか。とんでもない。さ、
じゃあ後でまた来るわ。なんだ、コンピケン部長に昨日のお礼前でもするつもりか。まあそれも面白そうだけどね。昨日は立証できなかったけど、それでも事件の真相に最も近いと思われるのは彼なわけでしょ。何か情報でもないかなと思ってさ。なるほど、それは確かに。じゃあ次の赤庭行きましょうか。はい、12日3時事件現場です。3時1分です。おやー、ユキじゃない。中庭で会うなんて珍しいわね。おー、相変わらず無口ですね。んー、全然喋らねえ。どうした長門、何か言いたいことでもあるのか。ないんかい。めちゃくちゃ間を置いてからのないんかい。そうか、何かあったら教えてくれ。何か迷ってるような感じがするな。いやー、長門が迷ってる時はあれだよね。鈴宮の前で言っていいかどうかってことだよね、おそらく。生徒会室は誰もいないようだ。なんか、ここまで静かだと、生徒会側からどんなに証拠が出てくるのか、戦々恐々としてくるわね。あ、読み方あったっけ？てるよね、うん、よかったよかった。すいません。なんだ、怖いのか。まさか、楽しくて仕方ないわ。クソどうでもいい話なんですけど、あの、俺が学生の頃にね、鈴宮春樹の憂鬱アニメ化してたんですけど、まあ、その頃にね、結構仲間内とかで、まあ、アニメのキャラで誰が一番好きみたいな、そういう話はまあ昔からあるわけで、昔からね、あるわけで、そういう話がね。で、あの、俺以外の人がね、結構、その、何、長門派と、釣り屋さん派に分かれるんだよね。まあ、いや、釣り屋さんは一番常識人って感じがして、なんか落ち着くところに落ち着いた結果、お前ら、鈴宮さん、あ、鈴宮さんね、いや、釣り屋さん選んだんだろうな、みたいな、選んだんだろうな、みたいなことを思ったんですけど、長門はさ、ロリコンじゃねえか？部室行こう。よう、長門。お、また会ったの、長門。長門さん？めちゃ迷ってんね。迷いすぎじゃない？何かを言いたそうな、言いそうではあるんだよな。言いにくいことなのか？もう一回ぐるぐる、いや。もう一回ぐるぐる回ってみるか。廊下行ってみましょう。お、小泉またいいんじゃん。小泉くん、安排はどんな感じ？やはり、現状はあまり芳しくありませんね。タバコを処置したかどうかなんて、誰も覚えていません。うん、やっぱりね。とはいえ、こっちもまだ何も情報がないのよね。悪いんだけど、引き続き聞き込みしてくれる？ええ、頑張りませんよ。何かわかりましたら、お知らせします。そういえばあれだね。ミクルがまだ、朝日奈さんがいないね。うん、お願いね。とりあえずコンピケン行ってみるか。はい、戻ってまいりました、コンピケン。はいはい、誰だ。げ。はい、こんにちは。いやー、昨日のお礼参りしとかなきゃ、と思って。いや、あの、もう。マジ、ごめんなさい。昨日のあれは、生徒会長に、無理やり？どういうことよ？あ、無理やりってわけでも、ないんだけど、たまたま、例の写真を持っているということを知った生徒会長が取引を持ちかけてきたのさ。生徒の規律を重んじるためには、君の勇気が必要だ、とかなんとか。で、その取引の見返りに、本当なら、来年度の部活予算、あ、すいません。で、その取引の見返りに、本当なら来年度の部活予算を多めに配慮してくれるってわけさ。じゃあ何、恨み云々は関係なかったの？恨みだなんてまさか。ゲームの敗北は気持ちいいくらい大敗北だったし、そのおかげで中戸さんもうちに来てくれるようになったし、感謝してるくらいさ。ちょっと部活予算に目がくらんじゃってね。本当にごめんよ。まあ、昨日はあんたのしょぼい証言のおかげで無事に済んだし。まあいいわ。
あれでも結構頑張ったんだけどな。あ、ちなみに恨みを強調っていうのは生徒会長が言ったことだよ。多分部活予算うんぬんに触れられたくなかったんじゃないかな。ま、岡田そんなところでしょうね。おいおい、ずいぶん黒い手を使うな、生徒会長。あいつのあの笑い方見てた？あんな笑い方するやつはこんなもんよ。まあ、張り気は知らないが、もともとあんな感じだからな、生徒会長。あ、そうなんだ。さて、そんな過ぎ去ったことはどうでもいいとして、今日来たのはここでもないわ、昨日のタバコの件よ。え、やっぱり、お礼参り？違うわ、あんた昨日他に何か見たりしなかったの？例えば、タバコうんぬん関係なくてもいいわ。鈴の音現象を追っかけてたんだから、それ関連とかでもいいわよ。なんだい、君たちも鈴の音事件を調べてるのかい？本当は鈴の音現象は SOS 団にこそふさわしいって感じだけど、生徒会長がちょっかい出してくるからね。まずはそっちからどうにかするわ。で、どうなのよ、何かないの？あ、そうだ。どうした、何かあるのか？あ、いや、関係あるかどうかはわからないけど。何よ、もったいぶらずに早く教えなさい。そうだな、取引しよう。せっかくの情報なんだ、ただであげるわけにはいかないな。こっちが礼参りをやめてあげたっていうのに大きく出るわね。昨日のお詫びに本来あげなくてもいい情報をあげようって言うんだ。その見返りくらい要求しちゃっていいだろ。で、その見返りってのは何なんだ？角根現象に関する情報をくれよ。そしたら僕の情報もあげるよ。なるほどなるほど。できれば決定的な情報がいいな。オーケー、わかった。探し、あ、すいません。オーケー、わかった。探してみよう。ちょっとキョン。なんでそんなあっさり。力ずくで聞き出してもそれが嘘だったら困るだろ。手がかりがこれにしかない以上、慎重にいかないと。それもそうね。わかったわ。角根現象の情報ね。すぐ持ってくるから待ってなさい。期待してるよ。正直、僕らにはもうお手上げ状態なのさ。なるほど。じゃあ、もう一回中庭の方行ってみましょうか。調子はどうですか、お二人とも。何にもないわね。どうしたもんかしら。小泉くんはどう？やはり、こちらも。ね。そうよね。どうしたもんかしら。そうだ、小泉。なんでしょう。ついでで悪いんだが、鈴の音現象に関わることも聞いておいてくれないか。もう、何か証拠になる。と、いいでしょう。聞いておきます。あ、よろしく頼むぜ。なるほど。もう一回部室の方行くかな。もう一回生徒会長回ってみる。今度なんかあるかもしんねえしね。はい、41分生徒会室前。お、ゆき。ゆきもいろいろ調べてくれてるのね。どう、何か情報あった？さっきからどうしたんだ、長門。言いたいことあるならはっきり言った方がいいぞ。間がしんどい。長門、昨日私はみんなを驚かせようと例の角根を調べていた。あれ、本当に長門か。なんかみんなを驚かせようとなんて長門のセリフっぽくないよね。へ、そうなの。私なんて昨日は知りもしなかったわよ、角根なんて。やるわね、ゆき。そして写真がこれ。長門、写真まで撮ってんだ。なんか光ってんね。すごいじゃない、写真まで。これ、どこで撮ったの？ここ、生徒会室。生徒会室に浮かぶ二つの人玉ってところね。画像が小さすぎてない、全然見えないんですよ。これ。パソコンで開いてんですけど、パソコンで開いてもね、ほんとね、めちゃくちゃちっちゃいですよ、画像自体が。パソコンの4分の1のぐらいのスペースにしか映ってないから。うわ、見づれ！写真その2を法定記録にファイルした。なんか光ってるねっていうのはなんとなくわかる。で、映画したわ、ゆき。ほんで、コンピケン部長から情報得られるわ。なるほど、ほんとにそれだけか？これだけなら言いよどんだりしないんじゃないか？言うべきかどうか悩んでいた。その写真を撮った後、私も隅や針が中にあるタバコを持っていたシーンを見た。え、ゆうきも？なんでそれを早く言ってくれなかったのよ。そうすれば昨日の裁判もサクッと終わったのに。
私が見ていたことをなぜか生徒会長が知っていた。今日証言台に立つように言われている。あ、そうなんだ。そこまで言ってどうしたらいいのかというような目でじっと見てくる。なるほどね。まあ仲間として不倫な証言はしたくないけど、どうしてもその証言を言うしかないってことか。というか生徒会の情報収集能力は恐ろしいものがあるな。なんで生徒会長が知ってんだろうね。見て立ってんだったらさ、生徒会長も見てるってことじゃない？普通に考えたら。なんで生徒会長は春日を見ていたわけでもなく、その春日を見ていた周りの人間の方を見てるんだろうね。立つしかないんじゃない。ここで息が断れば、あとは息が断ればあの生徒会長のことだもの。私が妨害工作したとか言うに決まってるわ。それにどこの誰ともわからない奴に証言されるよりはユキに証言してもらった方が安心よ。コンビ兼部長みたいに買収されたりしないだろうしね。まあそりゃそうだろうな。よし、ナオト、春日を助けると思って証言してこい。そう、永田は一つ頷いて歩いていった。まあこれでコンビ兼からは情報をもらえそうだな。そうね、あんまりグズグズの知られないからさっさともらっていきましょう。はい、コンピケンだよね、ロックラック。やあ、見たしか。どうだい、鈴のりに関する情報あった？ふふ、当然よ。鈴のりに関する情報といえば、これよ。これ大丈夫？体力減ったりしない？これだ！そりゃそうじゃ。なんだいこれ。あ、ちょっと間違えちゃったわ。はい、おとなしく出します。これはどう、すごいでしょ。明かりのついてない、生徒会室の中に2つの人玉が浮いてるのよ。もしかしてさ、いや違うか、普通違うか。写真がよく見えないんだけど、あの明かり二つが、二人でタバコを捨てる写真だったりするのかな。かなり決定的な証拠だと思うんだけど、どうかしら。確かに。僕の悪い方の予想が決定的って感じだな。何よ、それ。ちょっと待ってくれないか。どういうことだろうな。あの写真に何か思ったる節があるって感じね。幽霊に知り合い、すいません。幽霊に知り合いでもいるのか、あの部長。お待たせ。これを見てくれ。あ、猫？なんかあの猫っぽいよね。これは、さっきの写真？そうだ。さっきの写真をパソコンに取り込んで、さっと明るさを補正したものさ。これって、二つの人物正体って、猫の瞳だったのか？見づれえけど、あの猫の瞳はなんか関係あんのか？正体見たり、カレオーバナって感じだな。で、コンビ兼部長、あんたがこれを見た瞬間に猫だって分かったみたいな素振りだったわよね。どういうこと？約束通り、スノリに関する情報を持ってきてくれたしね。僕の持ってる情報も教えよう。実は昨日、鈴宮さんがタバコを持ってる写真の他に、この写真も撮ったんだ。見えねえ、あーし。写ってる写ってる。あ、確かにちょっと写ってる。あのね、あの映像だとちょっと分かりづらいですけど、あのパソコン上だとね、マウスが三味線を隠してんのよ、完全に。これでそんぐらいちっちゃいです。三味線といえばあれですよね、春日がさ、文化祭の映画撮るわよって言って、その映画を撮ってる途中に、なんか黒猫欲しいわねっつって、ユキ、あんた、猫の磯の場所知らないって、連れて行かれた場所にいたオスの、猫。オスの猫。シャミセン。シャム猫みたいな感じ。名前、種類まであんまり覚えてないけど、オスの猫だったよね。で、この猫喋らないからかしらって言ったら、喋り始めるっていう。アニメ見てない人には何のことかさっぱりわからないと思うんですけど、
見てる人だったらなんとなく分かってくれるはず。はい、結構ね、いい声してるんだよ。めちゃくちゃ男前なのぶという声。声誰だったっけ、早見さんとかだったかな、なんか大塚さんみたいなね、早見さんみたいな声してたと思う。すごいなんか渋い声してた。なんだいその不吉な名前は。昨日中庭で寸の音が聞こえてきたんで適当にシャッターを切りまくったんだ。その時に取れていた一枚さ。ってことは三味線の首の鈴か。はい、写真その3、三味線が中庭を優雅に歩いている写真。何枚も撮ったんだけど撮れていたのは鈴宮さんとこの猫だけだった。どうにも心霊写真は撮れなかったね。ふーん、つまりこれって私の写真と同時刻ってことよね。そういうことだね。なるほどね、どうにもつまらないオチが読めてきたわ。どういうことだ、春日。つまり最初から幽霊なんていなかったのよ。鈴の音は三味線の首輪、怪現象は三味線のいたずらってことだと思うわ。昨日の情報とこの証拠を合わせて考えるとそういう結論になるのよ。あー、なるほどね。しかし三味線の野郎、学校をうろついてやれるのか。さて、そろそろ裁判の時間ね。もうそんな時間なのか。結局、タバコに関することは何一つ分からなかったな。そうね。はい。学校内裁判所被告人控え室。何も分からないまま裁判か。ま、手持ちの証拠で何とかするしかないんじゃないの？あ、それで、なるほどね。恋のミクル伝説の26話だったか27話だったよね、確か。後半の方だったのを覚えてるんだよね。それで、あのミクルちゃんがあれを渡してきたってことか。ちゃんと三味線が登場した後ですよっての。賞賛はあるのですか？まったく。すいません、間違えました。もう頻繁に間違えまくってる。まったく。大丈夫なんですか？心配しないの、ミクルちゃん。私は誰だと思ってるの？鈴宮春日超先生よ。今回の裁判の肝はおそらくユキね。長友の証言か。ええ。私たちがこれだけ探しても手がかりは見つかってないんだもの。いくら生徒会といえども、そう簡単に見つけてくるとは思えないわ。ましては、今回の証人はユキだからね。コンピケの時のように買収されることもできないでしょうし、両方とも出たこ勝負なのか。まあ、生徒会が新たな証拠をつかんでなければだけどね。どちらにせよユキという証言者を見つけた生徒会側は目撃者数の増加を根拠にしてくるはずよ。私たちはそれを論破して、かつユキの目撃証言を自分たちに有利になるように証明しなくちゃならない。ずいぶん無茶な話だな。無茶でもクチャでもかけられた火の粉ですもの。振り払うだけよ。行くわよ、キョン。戦場はすぐそこよ。はい。どうしよう。思ったより長い。尺的な問題もあるんで、今回一旦これに終わります。いや、次回最後です。次回が本物の最後です。すいません。それじゃあご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。